浜市坂巻の十四郎やってやりました。これ舐めて行くんだって戻してたんだって、ベロベロに 全部舐めて戻してた人がいたんだって。前で始まったことないんですよ、うん、ほんまに7年8年前から、うん、そういう迷惑客が起こったんですよ。そのなんかアンチコメントに訴えれるでしょ。うちもアンチさんいっぱいおるけど、気持ち訴えたる、気持ち訴えたる。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。もう回してる。えい、本日浜市坂巻の十四郎やってやりました。とりあえず時間やばいからもう先に行かないといけない。攻撃選手風呂前にブラズちゃん、ここにカッパでした。本当だ、激戦風呂、お寿司だらけ、トルメージの激戦風呂、ほんと寿司屋、はいはい、ペラ寿司の本店店長。それ前まで某寿司屋とか言っとったね、くら寿司出していいのか、もういいでしょう、もう時効ですから。お答えお願いします。7080 80、64番さんお願いします。今のプリンターのアンライフだろ、お取り組みに印された番号の中、これ視聴者のさ、まあ、ちょっとさ悪ふざけできるみたいな動画になってるかもしれないけど、まあ、実際さ商売の観点で見るとさ、こいつでやっぱ暗くして本当に本店を手に入れる、すごいすごい練習も余った。まあちょうどとろっと僕は水だけ人生で最後メリカル道場で引っかかったから一気に落ちてきた、うん、何だ事件、今回スシロー事件、あーペロペロ事件です。ペロペロだけじゃないですよ、あんまり詳しく知らない。ペロペロやろうかっていっぱいあるよ、スシコのサイドメニュー、醤油舐めたり、醤油を直接口に入れる、飲み何個まで身を食べれないからいらない。茶飲しは味噌汁、それ使うのも危険ですよ、味噌汁それ使うのも危険です。安全や。テーブルそれ付けの食器中の保管を確認ですね。これ舐めて置くんだって戻してたんだって。ベロベロに全部舐めて戻してた人がいたんだって。でも手入れると何十億から設置されたの。それはなんかその人 それぞれで違うんだけど。株価がめちゃくちゃ下がった。170億かなんかやられてますよ。カンタさん大食いですか。イカ大食い。イカも好きなの。全然。イカは食べる。イカ好き？はい、美味しいか。イカがいい感じですよ。それはイカんだ。マジで面白くない。もうめちゃくちゃ食いそうだね。ちょっと何皿食えるか対決しようか。え、でもカンタさそこまで大食いじゃないって言ったからさ、ああ自分とのか多分勝負になると思う。俺ちょっとラーメン食べる。うどん何皿かん。1でしょ。1？ だってそんな量ないから。言うて2か2か1じゃない。2にする。あと何？ハマチ、ハマチは。あ、いいですね。でもこれ本当はタマチはタウマ本当に面白くない。クラブスはレール違うの、はい、上と下、これ色でくる銀色のやつがここの席のやつだから、このオーダーしなくの銀色のやつ、これあこれ銀色来たら銀の方が取らないと、これ銀色、うん、違う銀色で書いてあるじゃんオーダー銀色って、ね、これ銀色これ今わさびやってない、わさびそういうので来るんだけど、ほらああやってわさびって流れてくる、反対車線に続いてこれでしょそれあのパトロールやられますよ。スシローパトロールが流行ってるんです。あ僕たちは救いに来てるんですけど、うん、パトロール部隊です。あはじめ社長とか光るとかそういうこと、みんながちゃんと邪魔にならないようにやってる。これ直飲みしないでよ本当になんかこうやって寿司を口の中に入れてそのまま醤油飲むんだって。なんで本当に哺乳瓶飲むみたいな感じで飲むからさ、調子こいて遊んじゃったみたいな。で友達が遊び半分とかで開けてんじゃないとか今話題だからとか始まったことないんですよ、うん、ほんまに7年8年前から、うん、そういう迷惑客が起こったんですよ。でもその時って拡散されなかったんですよ、うん、普通に注意して終わってたんですけど、うん、それが今やでも今ツイッターよりインスタとかの時代なのにツイッターで流行ってるじゃん、うん、流行ってるじゃん、またやってるじゃん。ツイッターでその拡散がすごい今、しかも1人とかじゃない、1人2人じゃないの、もう何人もある。あ、そうなの、うん、あ、その受けられたやつだけじゃなくて、そうそうそう、みんな真似してやっとる。で、みんなやってること違う、これ直飲みする人もあればコップを全部舐めて戻す人もいるし、あ、それがバズるっていうのが分かっとるもんね。そうそうそう、で、なんかバズって有名になりたいをなんかだからおでんツンツン男さんみたいな感じだよね。
何年か前に取り上げてたじゃない、もうちょっとあのテルマビュー、うんうん、あんな風になれると勘違いして若者がやるんでしょ。今ヘズマって数字持ってるじゃないですか。なんかパンタさんが一番食べれそうな雰囲気出てるんで、うまい、静かに黙々と食べてるんですよ。大食いしに来たんですよね、今日大食いしに来たんですよね。すごいご飯にもう乗っかってないもん。違う違う、取っちゃダメだよ。違う違う、乗ったらええことだもん。ねえ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 、もう賠償金払ってもらわなきゃいけないから。そこでもちょっと考えた方がいいよな、カバーつけてるとか。だけどくら寿司はさ、それでさカバーついたって言ってたけどさ、うん、結局くら寿司でもさ、そのカバーを開けてさ手で食べてとかやる人もいたからさ、意味ないっちゃ意味ないんだよ。つばつけてる人とかもいたんだよ、回ってるお寿司に。なんかくら寿司は取るのが特殊な形で簡単に取れないようにしてるから。だけどそれを開けて取れるようになって、流れてるから取れるようになるわけで、一般の人もう見てるな、みおちゃん。マジ最近めっちゃ流れてきますもん。ないめっちゃ見てるだけです。じゃあ最高だったらすぐ分かるだろう。いや、カンタもやってやるな。カンタさん、こうやって人を悪くすること上手いから。カンタさん、人を悪くするの上手だから。いや、性格悪い。性格悪いんだ。一枚取る。違う、カンタさんの一枚取る。だってまだうどん食べきってない。いや、やっぱ店によって全然違うと思う。なんか僕もやるの、くら寿司だ。ガチャガチャがあるから。言っていいですか、くら寿司はマジすごい、ほんまにマジすごい。人工保存料使ってないんで、まあ、全部データ管理されてる。それだけだってさ、刺身がさ1週間持つやつが、まあ、簡単に言うと3日しか持たんとかなるから管理って大変なわけだよ。基本的に2日で全部してるんですよ、うん、2日で売れやがって全部してる。それ言ったら乗せなくなっちゃうかもしれない、落としとるから。これぐらいだったらいいんじゃない、あんま良くないんじゃない。これぐらいだったら俺は入れてくるかな。だってくら寿司行っちゃうじゃん、スシローの客を取ってるのもんなのに。スシローさんはね、やっぱりね、うん、ネタがでかい。スシロー間違いなくネタはでかい。でもなんか一番スシローが多いっていうじゃん、店舗数で言えば、うん、いや、何もこのナンバーワンだ。スシローがだって本当のナンバーワンだ。これもあんまり、あれ腹減ったな。今日ここにあるじゃん、ゴーって言っとったじゃん。やばいやん、もうなんか持ってた。勝ちたいがさすごすぎてさ、勝ちたいがすごすぎてすぐ誰か犯人探しちゃうじゃん。俺一つ言ってたけど、俺も回転寿司アルバイトした。いや、ゴー絶対に弱いやん。アトムボーイって昔はね。でも何アトムボーイって CM 流れてました、うん、知らないし、ゲームみたいな。知らないし、こっちでしかないですか。うん、名古屋じゃない。そうだね、だよ。負けんようにめっちゃ計算してるやん。そんなガチ勝負なんだ。普通に思ったんですけど、10皿食べたら1200円ぐらい。ここ120円とか。1200円でお腹いっぱいになれるんで。そう。すごいね。うん、こういうのテーブル絶対置いてあるしか、置いてあるしか、うん、難しいな。じゃあ、じゃあでもそういうことやらん、や置いてなかったらどうやって醤油出すのって感じが、もう全部こういう感じのさ、わさびとかにしないといけないから。それもめんどくさいし。頼んだら毎回新品が来るんですか。だから拭いたやつとかになるんじゃないですか。きれいにしてから持ってくるみたいな。そう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 、中に汚いのか。もう分からんけど、もうそんなこと言ったらね、外食なくなるよ、そんなんね。そういう頭悪いやつばっか増えてきたら。これ、これ何、はい、これ何、白子。え、なんだよ、やらかした。こうめっちゃ焦っとって。やめてくださいよ。やばい、やらかしました。朝から違う、お前今こう皿抜いただろ。えお前見てるすぐ喧嘩し始める。え、で、頑張ったの。いやいや、あれそんな負けたくない、安井さん。いや、ママ食ってるんだよ、返してくる。言い出したら気になる。だから、調味料の本気あるな。どこも置いてある見てる、どこも置いてある。しかもあれでしょ、こういうのってさ、まあ動画でいい感じだな。100店舗あって1店舗で事件があったら全部が悪くなるんだから。はい、
間違いないです。そうそうそう、はい、まあ、そういうものなんですね。爪楊枝でもあってもね、爪楊枝使ったやつ戻してロシアン爪楊枝、それいくない、それは寿司屋さんとかじゃなくて普通のどこの何ご飯かわからんけど、でも SNS のいいとこと悪いとこだよ。はい、間違いないです。でも SNS ってさ、悪いだけじゃないじゃん。はい、それ俺本当思うのは、なんか調べても何でも出てくるじゃん。はい、服とかってさ、今までわからなかったけど、インスタとかあるもんね、これかっこいいなとか、ブランドって見つけね、この人かっこいいの着てるの、これ何のブランドなんだろう、そういう面もあるんだけど、マジで厳しくなったんでしょ、法律は。そのなんか、アンチコメントに訴えれるでしょ。だって誹謗中傷でしょ。うん、まあ今法律がどんどん違っとるけど、うちもアンチさんいっぱいおるけど、その人訴えたる、その人訴えたる。まあでも面白いよね、まあネタだからさ、100万取らんでもさ、はい、1人から100万取ったるよりは10人から10万ずつ取ったるとか、うん、なで弁護士費用100万使って100万取ったってもいいから、うん、ネタになるじゃん。で結局こっちは楽だから、弁護士頼んだらやられとる方が大変だよ、弁護士入れたら50万とか、はあ、でも俺は顧問がおるからさ、こいつらまとめてやったらええって、うん、トントンでいいよって、それ多分全部持ってっていいよって言ったら余裕で動くでしょ。もう閉める、まだ取る、締めようかじゃん。何歳？何歳いった？みんな並べる。2、4、6、8、10。で12でした。ああ12。茶虫皿なかった？13が。今日も注文されてますでしょうか。はい。ありがとうございます。14カット。11とデザート。味噌汁。味噌汁。13。カット3。でも変わらない。いやもうごちそうさまでした。はい。じゃあ、まあ、外で撮ろうか、あとね、出たいと思います。はい、すすく言いましたね、プロ、すすく言いましたね、プロ。先行予約中、プレゼントも割引もあるよあるよ。はい、終了、惜しかった。結果、カンタさんの勝ち。はやばい、負けず嫌い出てる。さっきはもう負けてもいいやとか言って食べるのやめとったのに。そこじゃ あれカットしろよ、もう勝負したって、俺は勝負しようぜって俺が言い出してくれたから、そこ全部カットしようぜ。でもまあいくらだった全然だ、6人だったわけ、4人で結構大食いがもうくそ食って救いましたよ。もう救った救ったって言うけど、自分救ってないですからね、別に。お前救ってねえだろ。なんなら自分黒寿司の肩持ってましたから。思ったほど深刻じゃなかったですよね。いや、大繁盛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 、いっぱいいた、全然普通にいますからね、変わりなくって感じ。いや、でも本当テレビにいるからさ。はい、じゃあ終わろうと思います。はい、皆さんチャンネル登録、いいね、はい、と、足場買い取り、はい、と、リライブシャツ着て寿司を食ったらもっと食べれると思います。多分食べる量は変わらんと思うんですけど、ね。はい、せーの、またみでーす。